いやー、刹那圭介でーす。続きからやっていきたいと思います。記憶少女、会えなくて。さて、前回ですね、なんだったかな。数珠ですね。魔除けの数珠。これを手に入れたんです。魔除け？魔除け？もうこれ、魔除けってある時点でもう魔物が襲ってくるなーっていう感じがするんやけど。それ以外のものはもう使用済みやけん、多分なんもない。でもって、確か、この下行ったら、なんか、おなーりーだと思って、撮ってみたら、おなーりーさせてもらえんかったね。まあ、どんな感じか、もう一回やってみようか。まあ、こんな感じで並んどんやけど、先に行ったら、通さない的な感じになって、囲まれて、アウトーってわけですよ。だからこそ、もう、ここはどうやって対処するかを考えないかんわけです。さあ。こいつら、魔物じゃないんやな。魔除けのやつが効かんってことは魔物じゃないんやな。しょうがない。そういうことならしょうがない。さて問題です。さあ、どこに行けばいいでしょう。わかりません。だってわかりませんからね。正直わかりませんからね。手がかり全然ないですよ。え？なになに？ゲホゲホゲホ、今のは何？息ができなかった。イベント発生か。なんかに襲われたんは襲われたんやけど、一瞬だけちょっとしたいたずら感覚でやるのやめてくれない？こっちだってちょっと焦ってるの。どこに行けばいいかわ。セーブはせんでいいや。あ、待てよ、セーブしようか。セーブしようか。よっしゃ、セーブした。マジでわからんよな。今みたいにイベントが起きたってことは、なんだろうな。行かせてくれないってことなんだろう、あれ、さっきのがさ。あ、さっきちょっとさ、ちょっといじめられる、いや、ちょっかい、軽くちょっかいされるぐらいには仲良くなったし、ちょっと行かせてくれんかなと思うし、ねえ、ちょっと、ねえ、さっきちょっとね、ちょっとちょっかい出されるぐらいには、ちょっと仲良くなったつもりやけん、行かせてね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 、行かせてくれない。なんてかわいそうなんだ、私は。なんてかわいそうなんだ。セーブしとってよかった。結局のところ、セーブしとってよかったな。ということはまあ違うところから見て回れということですね。これどうなっ、調べれんようになってる。あ、そうだ、赤いやつおる、赤いやつがおる、赤いやつがおる、赤いやつが、赤いやつ、そんなところおられたらちょっと通りにくい。迂回曲折。自分でも何言ってるのかわからない。さて、あいつをどうやってかわすかだ。人形が動かんようになるシステムとかあるんかな。ん？ちょっと何これ、数珠を人形の首にかけますかとか出てきたんやけど。かけたから何？かけました。いや、ラッキー。なんか知らんけど、数珠の使い道わからんかったんやけど、こういう使い方できたんや。いやー、ラッキー。ちょっとなんか傘地蔵みたいな感じになったな。なんかかわいそうだから、頭に、帽子帽子ちゃうな。か、あれなんて言うん。かけてあげた的な。この恩をさ、この恩があるけん、今度はちょっとここを通らせてもらえるんじゃないかな。今度こそ。名前忘れた。主人公の名前なんだったっけ、これ。糸葉だったな。糸葉姫のおなーりー。あ、来た来た、やった。今度はおなーりーさせてくれた。やった。こういう使い方だったんじゃ。何が何だか要は分からんし、なんかおるし。あいつ触れたらあかんパターンのやつじゃないんかな。あ、いけそう。いけそうやけど、何これ。え？先に進ませてもらえん。ってことは調べる。最後、ここで死んだ。私、どうして死んだ？私、目、見えない。病気で失った。だから、暗い世界しか、私、知らなかった。でも、
私はあの人と出会った。そして二人の子供を授かった。初めて私の目に光さした明るい世界だった。なのに、お一瞬にして明るさは消え、私は闇に包まれた。そう、私は三人の光を失った。そして私、周りに人がいなくなった。誰もいなくなった。だから私、たくさんの人形を作った。寂しくて、でも寂しい。寂しいよ、そりゃそうだ、人形なんだもの。人形が受け答えしたらもうそれはホラーだよ。ねえ君、私はどうしたらいいと思う？教えて。教えないと人形にする。え、だー、戦闘か逃走かは知らんけど、これは戦いの予感。どっちだろう。これまで戦いと逃げないかんのと両方があったけん、どっちかわからんけど逃げろ。いや、逃げるゲームにしてはこれ遅いぞ。逃げるゲームにしては遅いぞ、これ。戦うゲームなんか、これは。なんで、なんで、光ってる、光ってる、光ってる。伝説のスーパーサイヤ人か、お前は。いやー、何それ、何それ、何それ。そして人形も遅い、ね、青い、青い。あ、この青の時に、ぐさー、え、違った？なんか違った？まあ、体力減っとるけど、まだ体力はまだいけるよ。あの人形も気になるけど、何なんだ？何なんだ？青の時にグサじゃないんかな。この人形にも触れてみようか。あ、人形のダメージじゃ、こっちに。人形の、クラッドルでないか。普通にクラッドルでないか。おら、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 おら。死ぬ、死ぬって、これ、死ぬ、死ぬ。どうすればいいかわからんけど、死ぬぞ、これ。おら、おら、おら。いやー、クラッドル、クラッドル。え、どうすればいいこれ。人形攻撃しよったらいいんかな、これ。逃げていいんかな。出よう、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 出れへん。お父さん、お父さん、どうして、どうすればいいですか、どうすれば。あー、あー、あー、ほら、ボケー。あー、あと1しかない。どうだとかよっていうな、これは。あの、青になっ、あー。結局、君も私の前からいなくなるんだ。寂しい、寂しい、寂しいよ。助けて。助けてよー。ジュギュリギュリ、あの擬音語が、もう擬音語がすごい、ジョジョ並みに独特ですね。何の音だ、何をしたらそんな音が出るんだ。くわー。井戸葉の目の前に包丁がグリグリと入っていっています。暗い世界？寂しい？キラ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 。これどうすればいいんだ。戦うんは分かったよ。逃げても無駄ってことは分かった。ならばどうやって戦うか、それを見つけていかないといけない。あ、こっからか、こっからか、こっからか。さて、まあ人形に攻撃したらなんか与えよる感は。いや待てよ、あれは人形にダメージ与えたけんか。よっしゃ、よっしゃ、これだ、これだ。いやー、人形の攻撃も暗いよ俺。人形の攻撃はそんなにダメージないんやな。つまり青になった時に後ろからポーンっていけばいいんじゃ。この戦い方前にもあったな。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。黒いやつに攻撃されたら3のダメージってとこかな、わからんけど。とりあえず逃げて青になるを待つしかない。もう青になる、あった、よし。人形寄ってほしいけども、人形の攻撃なんか知らんわい、知らんわい、知らんわい。とは言おったら HP が9しかない。どっちが先にやられるかの勝負ですな。あ、とりあえず青になるを待つしかない。青になるを、あー、あ、トランザム、トランザム、トランザム何回使うんやこいつ。あー、あーしゃー、やばい、あと1回がチャンスと見た方がいい。あの人形うっとうしいぞ。さっき人形通してくれたやん、許してくれたやん。許してやったらどうやっても言わんかったのに許してくれ。よっしゃー、よっしゃー、決めれー、よっしゃー。え、ちょっと待って、ちょっと待って、えー、油断した、人形にやられた。今のもう時効でいいやろ。先にこっちが黒い影のやつ倒したやけん時効でいいだろ。いやー。
で、そこで、すぐに逃げる。オッケー。で、ちょっと、もう戦い方は分かったんじゃ。今勝っただろうって時に負けたっけん。そういう、なんか、デキレース的なもんが働いとったっけん、しょうがないんで、負けた。こちら。よいしょ。あ。攻撃回数もちょっと宣言、制限かな。時間的に、もうあれやけん。うん。赤になったか見にくいのです。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ああ。ちょっとぐらい食らっても、なんだかリカバリーはできるぐらいにはダメージ与えたい。赤い。よいしょ、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 あーしゃー。人形がこっちに来てないときってんが一番いいんやけどな。赤い。よっしゃー、回り込め。よっしゃー、オッケー、いい感じ。いけるぞ。今回こそ3回目の正直。いや、前回のパートさ、4回目の正直信じる人間って言うたけど、今回は3回目を信じる、イェーイ、うえいなー。やったー。お父さん。私って言うたけん、女の人かと思ったらお父さんだったわ。妻と、子供たちは、私のことをどう思っていてくれた、いたのだろう。こんな障害のある私を迷惑だとは思わなかったのか。私一人ではどこにも行けない。私一人ではトイレにも風呂にも行くことができない。なのに、妻と子供たちは、私のことを一生懸命に見てくれた。なのに、殺された、妻も子供たちも、お前に、どういうこと？お前って私のこと？なんか知らんけど、糸葉ちゃんが誰かに間違われとうって考えたらいいんかな。鍵、どっか開いてなかったとこってまだあったっけの感じではある。とにかく鍵が手に入ったし、敵を倒したし、結構順調に進んでるし、結構いいぞこれは。帰る、セーブさせろやこれら。よし、じゃあもうちょい進んでいきます。どこが開いてない？どっか開いてないところがあるはず、あるはずっていうか鍵があるんやけど、そりゃそうだ。どこやったっけ？開いてないところまだあった？いや、こっち見たよな。どこやったっけ？思い出せない謎がある。ああ、もうこいつ、そういう変なところおらんといてくれ。エスケープ。左じゃないな。ああ、人形がない。おう、成仏したか。よかった。俺のおかげや。ウェス。お父さん、こんなところにいつもに。おっす、さっきはどうも。2階か。この4つは全部見た。全部見たっつうか、空いてることを確認。大人の階段登る。じゃあ、ちょっと空いてるところなんか。いや、空いてないところなんかあったか？マジでないと思う。マジで？あ、鍵は、どこで拾ったかしか見せてくれんけん。どこの鍵って言うても、まあ、その部屋がどんな感じなんか知らんけどね。ここ見た。あれ？あれ？こっちも空いとったよな。空いとるよな。で、一番奥も、セーブできないエリアやし。カエルくんまだ怒っとるし。もしかしてだけど、とうとう外に出れるんじゃないの？いけるんちゃいます？開くんちゃいます？開いた！もしかして今回最終回？マジで？夢ならたくさん見た。